北朝鮮メディアは金正恩総書記が能登半島地震を受け岸田総理宛に見舞い電を送ったと報じました今日付けの朝鮮労働党の機関紙によりますと金総書記が5日岸田総理宛に見舞い電を送ったということですでで金総書記は、日本で不幸にも年初から 地震で多くの人命被害と物的損失が発生したとの知らせに接し、遺族と被害者に深い同情と疑問を表するとお見舞いの言葉を記しています。また、被災地域の人民が1日も早く被害を解消し、安定した生活を回復することを祈りますとも述べたということです。今回の地震では、北朝鮮にも津波が到達したほか、 北朝鮮メディアでも被害状況などが伝えられています。